ここがレーザーをするレーザー室ですね。まあ、このデンジャーって書いてあるのはレーザーとかが暴発した時のため の、 あの注意書きとしてあります。でこっち側の緑の椅子に患者さんが座って奥側のところにお荷物を置いていただく感じになります。でこの黒いお椅子に医師が座ってレーザー治療を施すというもんですね。こっちのパソコンで例えば目の奥を観察した前の写真を確認しながらレーザーを打つ場合これを使います。で、このルミナスの状態ですけどこう一番上にあるスタンバイレディーあのスタンバイってあるんですけどスタンバイっていうのはまだレーザー打てない状態ですね。レディーにするとレーザー出せる状態になっちゃいますのであの間違えて踏んでレーザー出ると困りますんで基本はスタンバイの状態で医師がレディーの状態に変えます。エイミングのビームっていうのはレーザーする目標を赤くこう表記するんですけどそれがこう足りない場合はこのエイミングビームをこう上げてあげると赤いのが強くなるし下げてあげると赤いのが弱くなってくるっていうもんですね。でパワーっていうのはレーザーをする時のレーザーのこう凝固のエネルギーになります。ですからどんだけしっかり焼くかですね。タイムっていうのは1回レーザーを踏んだ時にどのぐらいの時間レーザーを照射するかこれだと 0.2 秒ってことですね。これを上げ下げすると0.3 秒とかこう変えられます。でここはインターバルでこの SPL って書いてある場合は踏めば一発レーザーが出てくるっていうことですね。例えばこれをオンとかにすると 0.7 秒ごとに踏んでると連続してレーザーを打ってくれるっていうようなそんな感じのシステムです。まあ基本は一発ずつですね。でカウンターっていうのは何発打ったかっていうのをここに表記してくれるものなので、まあ、場合によってはこの数をカルテに書き写します。でグリーン、イエロー、レッドって3種類あります。でこれはレーザーの、まあ、波長、色ですね。緑色の方が、まあ、例えば、目の周辺部を焼いたりするときによく使う方ですね。イエローは例えば、黄斑部の近くを打つときは黄斑部って、物を見る中心なので黄色をしていてこのイエローを使うと黄斑部を焼きづらいので、まあ、基本的にイエローを使うことの方が多いかもしれないです。レッドっていう方が、まあ、波長が長いので例えば白内障が強いだとか目の奥に光が通りづらい場合レッドに変えるっていうもんですね。でここのつまみでこうやります。このつまみの200とか100って書いてあるのがスポットサイズつまりレーザーの、照射するこう直径ですね。200とか書いてあるのは200マイクロ50マイクロメートルというとっても小さい単位になってきます。でこちらの医師の手元のスイッチ、この左上はさっきご説明したパワーエネルギーです。こっちはタイム何秒の間隔 でエイミングビームさっき言った赤いのを強くしたり弱くしたりでこれは1発ずつ打って何発打ったかっていうことですね。で今はスタンバイになってますけど本当にレーザー打つときはこのレディーにします。レディーにはあんまり長い状態にはしとかないでくださいね。でこれがカラー色を変えるもんで赤いレーザー緑黄色っていう風に変えることができます。でこっちのつまみここでスリットランプの光を上げてでここで覗いてレーザーを打つのはフットスイッチ足のスイッチでレーザーを打ちます。